月14日木曜日、山形総合スポーツセンターで行われる G1 クライマックス31山形大会のプロモーションに、新日本プロレス所属、山形出身で熱烈なモンテディオ山形サポーターでもある本間智明選手が来てくださいました。ようこそいらっしゃいました。こんにちは。5年ぶりに NT ソフトスタジアム山形に帰ってきました。5年ぶりですか。お久しぶりです。どうですかこのスタジアムの雰囲気は。いやー、やっぱり最高ですね。あとこうね、皆さん暑い中早くから来ていただいて本当にありがとうございます。かなり天気もいいですもんね。最高のシチュエーションですね。本間選手はもしかして晴れ男ですか。間違いない。確信しましたね。確信しました。最高のいいですね。大変失礼なんですが、テレビで聞くよりもちゃんと聞き取れますよね。いやいやいや、映像妨害だからそれ。皆さんちゃんと聞き取れてますか。聞き取れなかったって言われるとここね、ダメなんだ、映像妨害だからね。はい、ここからはですね、本間選手にいくつかインタビューをさせていただきます。はい、よろしくお願いします。ツイッターなどを見て、はい、本間選手、モンテディオ山形のことをつぶやいてらっしゃいますよね。そうですね、僕最近ツイッターを始めたんですけど、ちなみにフォローしてるよっていう人いますか。フォローしてる人いらっしゃいます。あれ、あれ、少ないよな。今しろ今フォローして少ないな。皆さんぜひこの後フォローしましょうね。ちょっとね、あれだよ、モンテディオファンって言って嘘じゃないからね。前に恋とかじゃん、本当に。本当なんですよね。本当に、ツイッターをやる前から細々と応援してたんですけども。細々と、はい。恋とか立たずに応援してたんですけども、ツイッターを始めたということで、やっぱりモンテディオと共に良くなりたいなと思って宣言しました。最近のモンテディオ山形はどう見られてますか。そうですね、監督が変わられてからすごく連勝してね、調子良かったんですけども、最近僕のイメージで山形といえばモンテといえば、守りが硬いなっていう、守りが硬いイメージだったんで、最近ちょっとね失点が若干多いんで、今日はしっかり守っていただいて勝ちたいと思いますね。今日はもちろんモンテディオ山形は勝ちますよね。いやいやいや、もう皆さんの応援から絶対勝ちますんで、応援よろしくお願いします。そして2017年に大きな怪我をされたと思います。はい、スポーツ選手というのはどんなにこう気をつけていても怪我をすることがあると思うんですけれども、はいはい、今までの道のりはどうでしたか。いやー、やっぱり僕の場合は首を怪我したんですけど、復帰できるかどうかってのはちょっと分かんなかったんですけど、もう俺にはプロレスしかないって、やっぱりプロレス大好きなんで、復帰することしか考えてなかったですね。あとサッカーにしましても、やっぱスピードがすごいんで、ちょっとね、ぶつかっただけで膝を怪我したり、そういうアクシデントっていっぱいあると思うんですけれども、本当にサッカーってちょっとした格闘技というか、本当すごいじゃないですか、ボールの取り合いが。だから激しいすごいスポーツだなと思っております。やっぱり怪我は気をつけたいですよ。でもあとは怪我はしてもね、仕方ないスポーツなんで、うまく付き合っていかないといけない。そう、うまく付き合っていないと思うんで、あとは怪我した後のリカバリーというか、もうどううまく付き合っていくか、そういうところだと思うんで、あとはですね、ただ一つ言うのは、やっぱり皆さんのサポーターの方いらっしゃいますよね。皆さんそういう方々の応援があれば何とでもあるんで、やっぱり今はね声は出せないかもしれないですけれども、拍手なり応援していただいたら、選手たちもより良いパフォーマンスできると思いますので、ぜひ応援していただきたいなと思います。そして本間選手は東根高校で、始まり